皆さん、こんにちは。老健船橋紅葉チャンネルです。今日の動画は千葉県の冬の交通安全運動についてお知らせ動画です。年末に向けてこの時期は日没が早く日の出も遅いことから夕暮れ時から夜間、明け方における交通事故が多発する傾向です。そこで、一つ目、夕暮れ時や夜間、明け方における交通事故防止、周囲への注意が特に必要な時間帯においては、運転者はハイビームを有効活用して、歩行者や自転車の早期発見に努める。歩行者や自転車運転者も反射板、反射材を着用するなどをして自分を目立たせるなど、道路利用者の一人一人がお互いに事故防止に努めていきましょう。続いて二つ目、子どもと高齢者の交通事故防止。通学路や生活道路など歩行者と車両が交錯する地域を中心として危険箇所の把握や整備、見守り活動などを通した道路環境面の改善に取り組みましょう。関連動画のゼブラストップ、こちらの動画を参照してください。毎日の安全確保、まずは意識することから、そして安全の徹底、よろしくお願いします。